次はこちらのニュースです。はい、オンラインのプロセッシングタイムツールがの、審査機関の予測が改善されましたということですね。で、オンラインプロセッシングタイムツールっていうのは何かっていうと、こちら。移民局のチェックプロセッシングタイムズっていう、こういうウェブサイトがあるんですね。これは弊社のスタッフも多分移民局のサイトの中で一番よく使うウェブページじゃないかなっていうぐらい、ここを見て、お客様の審査、今どれぐらいかかってるんですかって、これから申請する方にも、今申請中の方にも、ここをしょっちゅう見てご案内するというふうに、使っているんですが、このページが、ちょっとニュースの方に戻るとですね、今まで、ここに書いたかな？はい。今までね、ちょっと実際にここのページでの公表通りではないケースが多いんですよ。で、そこに書いてある、さっきのね、こちらのページに書いてある、出てくる数字よりも少ない、早く審査が終わったっていうのは、めでたいことなんですけど、全然その審査期間過ぎたのに、ビザが出てこないよとか、結果が出てこないよということもあるんですよね。で、そうすると、結局はどうなってるんですかって移民局に問い合わせたりするわけなんですけど、何しろ、この公表されている数字が、全然信憑性がないわけではないですよ。参考にはなります。だけど、あんまり合ってない場合も結構あるんですよ。という課題がありました。なので、移民局はこれを、この問題を改善していきます。ということで、新しいフォワードルッキングプロセッシングタイムというシステムを、使いますよって言ってるんですね。で、このシステムのことは別に覚えなくてもいいんですけど、どういうことかっていうと、今までは過去に例えば学生ビザなら学生ビザ、過去に申請した人が大体どれぐらいかかってますよということを参考に平均的な数字を出していたわけなんですけれども、これからは今し申請している人がどれぐらい審査を待つかを予測したものということで、過去のことじゃなくて、この今後のことっていうのを、見て、予測の、審査期間というのを表示していきますということです。で、とにかく、マシになるってことですね。で、とにかくマシになるんだけども、全部がマシになるわけじゃなくって、ここに書かれているものが、まずはそういうマシになるっていうことなんですけど、永住権のカテゴリーが多いですよね。永住権の申請カテゴリーと、あとは市民権ですね。この辺が、プロセッシングタイムの、この予測というのが今までよりもしやすくなりましたということです。で、それ以外は今まで通り、上記以外は引き続き今まで通りのやり方で、発表をしていきますよということなんですよ。で、ちょっとじゃあ見てみましょう、実際にね。で、このページなんですけど、例えば、今、マシになるよって言ってたのの中に、カナディアンエクスペリエンスクラスがありましたよね。これか。カナディアンエクスペリエンスクラスがありました。これ、申請する人多いので、ちょっと例えばカナディアンエクスペリエンスクラスを見ていきます。エコノミックイミグレーションのカナディアンエクスペリエンスクラス。で、こうやって見ると、今までよりも、ここのグレーのところがね、詳しくなったんですよ。で、プロセッシングタイム5ヶ月ですと出ています。で、この5ヶ月を、どうやって5ヶ月と計算したのかというのの説明がここに書いてあります。これがフォワードの方ですね。予測の方。で、こういう資料をもとに、今何人ぐらいの、アプリケーションがあるかという、
移民局が、ね、抱えているかというようなことをもとに、今後の人たちは大体どれぐらいかかりますよというふうに予測をしているんだということで、この説明が書いてあります。で、この5ヶ月というのは、どこから数えるかというと、The day we receive your complete application なので、カナディアンエクスペリエンスクラスに関してはですね、エクスプレスエントリーに登録したとか、そこら辺は全然含まれないです。エクスプレスエントリーに登録して ITA が来て、その後の申請、コンプリートアプリケーションの申請を完了させた日から数えて5ヶ月ですよという、そういう数え方です。で、こっちの方にね、便利っぽいツールがすぐできててですね。で、こっちはよくある質問のページに飛ぶ。これ、結構いい、やり方というか、ウェブサイトを作るときに参考にしたいななんて私が思うようなやり方で、ね、ここのページに来て困ってる人に、じゃあよくある質問からまずは見て、それでも分からなかったら質問してくださいよという感じね。で、なんですが、その隣に、ここには自分の、申請に行ける入り口ができてます。これだと、例えば、どれ？シティンシップパスワード、ないね。ないね。あ、イミグレーションでした。はい。イミグレーション。さっきと違う書き方をしているので難しいですね。で、エクスプレスエントリー。ね。で、こうやって、自分のオンラインアカウントに行くというところの入り口ができたという感じです。まあ、ここを見て、何ヶ月だね。プロセッシングタイムは、そしてじゃあ私の場合は何ヶ月ぐらい今どの辺まで行ってるんだろうというふうに見れる入り口が横についたということですね。で、これ例えば、じゃあ学生ビザ。学生ビザはこのね、マシになったっていうか、良くなったカテゴリーの中に入ってないですけど、で、良くなったカテゴリーに入ってないものはどうやって計算するんですかっていうと、これは、過去のものを in the past、過去のものを見て、その、データがここに反映されてますよというふうに書いてあります。だから今、これから申請が移民局に何件溜まっちゃってるよというところを見てるんじゃなくて、今まで過去人たちは大体どれぐらいかかってましたよというのを参考にして算出したものです。これがね、従来の、算出のやり方ですね。で、書いてあります。で、こちらも同じように自分の申請に行きたかったら、ここから行く。ね、学生ビザ。で、オンラインアプリケーション。ここから自分の自分のアプリケーションのところに行くという感じになったようですよ。ということで、前よりも、見やすくというか正しい数字が出るようになったということなんですが、こちらね、すでに移民申請済みの方にアドバイスということで、すでにもう申請して待っている方は、今見ると、ちょっとそれよりも、もうすでに長く待ってるよという方が出てきているかもしれないです。要するに、表示の仕方が変わったので、今自分が待っている時間よりも短い期間が表示されるかもしれないんですけど、そうなったとしても、もう一回自分の申請を一からやり直さないでください。そのまま、待っててくださいよという注意事項が移民局から発表されています。再申請はしないでくださいということですね。はい。ということで、弊社としても改善されるのはいいことなので、今の、審査機関のページ、これからも引き続き活用していくことになるんですけれども、現実に近い数字が出て、より近い数字が出てくるようになっているようなので、まあ、おめでたい話ですという、そういう、ニュースです。はい。
ということで、今週は2つのニュースを、ご案内しました。で、何かご質問ですとかありましたら、こちらの、下の方に、コメントを書くところがありますので、そちらの方から皆さんぜひ、お問い合わせ、コメントしていただければと思います。弊社の、YouTube チャンネル、登録していただくと、毎週自動的にですね、このニュースウィークリーが上がってくるようになりますので、皆さん最新情報、イミグレーションの最新情報が欲しい方は、ぜひぜひ、登録しておいていただければと思います。では、また来週も木曜日、同じ時間に、ニュースの方を読みたいと思います。ではまた来週。